にちは。いつもアルペンアウトドアーズチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はアルペンアウトドアーズ明石オクラ海岸店よりレイチェルとハゲでお届けいたします。今回はアルペンアウトドアーズ明石オクラ海岸店で提案するデイキャンプ提案をご紹介いたします。それではハゲとレイチェルのデイキャンプ対決をぜひ最後までご視聴ください。いくぞ。アルペンアウトドアーズチャンネルです。対決の前にまずはデイキャンプに必要なアイテムのご紹介です。まずはタープ。タープは拠点となり日陰を作ってくつろぐ場所になります。エキサ型やドーム型、ポップアップ型など様々な種類があるのでスタイルに合わせて選んでみましょう。続いてチェアテーブルを紹介します。このようにハイスタイルやロースタイル、最近は肌付きのスタイルも流行っているので自分の好みに合わせた高さを選んでください。最後はクーラーボックス。暑い日に飲み物や食料を持っていくのに必要になってきます。外は暑いのに飲み物まで濡れいなんてことにならないようにしっかり持っていきましょう。デイキャンプでのおすすめはこのように小さく折りたためるソフトクーラーがおすすめです。でもやっぱり全部揃えるとなると大変そうだし費用も抑えたいですよね。任せてください。そんな方のために今回は予算5万円で全部揃えちゃいます。それではレイチェルとハゲのデイキャンプ5万円提案スタート。まずは竹の5万円デイキャンプ提案です。僕のテーマは気軽に楽しめるデイキャンプの楽しみ盛りだくさんセットです。今回はデイキャンプということでアイテムはハイスタイルで揃えています。では早速各アイテムのおすすめポイントの紹介へゴー。まず拠点となるのはイグニオのテキサタープです。こちらのタープはサイドに2本のポールが付属しているので広々使うことができるのがおすすめのポイントです。今回はこちらのタープに合わせてモニターはハイスタイルに揃えております。こちらのイグニオのテーブルは高さをハイとローで使い分けることができるのがおすすめポイントです。これでくつろぎ空間ができた後は竹のお気に入りアイテムこちら外でも楽しむことができるアウトドアバドミントンです。こちらは風のある外でもバドミントンが楽しめる優れものになっております。ぜひ恋人や友達とたくさん遊んでください。バドミントンをたくさんした後はハープに戻ってホットサンドやコーヒーを作ってのんびりタイムです。以上が竹のデイキャンプ満喫提案でした。レイチェルのデイキャンプ5万円提案をします。私はタケさんとは違ってお座敷スタイルを提案します。やっぱりお座敷スタイルはゆっくりできるのがいいところです。それでは各商品のおすすめポイントを紹介します。 GO! 私のテーマは公園でピクニックなのでテントはコールマンのスクリーン IG セットにしました。お座敷スタイルは地面に直接座るので地面との凹凸を軽減するためにレジャーシートを敷いています。やっぱりゆっくり座りたいので背もたれがついている椅子も準備してゆっくり座れるようにしました。公園でモルックメニューをして遊んだ後は家から持ってきた食材を利用して一緒にサンドイッチを作って食べたりするのも楽しいかもしれませんね。で、この全部こちらのバスケット一つで収納できるようになっているのでコンパクトで手軽にデイキャンを楽しめると思います。せーの、結果発表の前に明石大蔵海岸店で昨年4月から6月に最も売れたデイキャンプで使えるパープ、チェア、テーブル、ソフトクーラーの紹介をいたします。
僕たちの提案と一緒にぜひ参考にしてみてください。カープ部門第1位はこちら、コールマンのスクリーン IT 生徒プラスです。こちらのテントはポールを2本入れるだけで立ち上がるタイプのテントです。ポップアップテントに比べて風の影響も少なく、収納もこれぐらいコンパクトに収納できます。またプラスシリーズになるので遮光性も高く、夏でも涼しくご利用いただけます。チェア部門で最も売れたのはコールマンのヒーリングチェアでした。ヒーリングチェアはコールマンで愛され続ける定番アイテムで、ハンモックに包み込まれるような座り心地のアイテムとなっております。収納サイズがとても小さくなり、デイキャンプでももってこいのアイテムとなっております。さらに新商品としてフレーム構造を改良し、さらにコンパクトな収納が可能になったヒーリングチェア MX も新発売しておりますので、こちらも要チェックです。テーブル部門第1位はこちらのコールマンのコンフォートマスターバタフライテーブル120です。ここでマスターシリーズがランクインしました。こちらご覧の通りシックな木目調のデザインになっていて、アウトドアのみならず室内でご利用されている方も多くいらっしゃいます。また高さも調節できるので自分のスタイルに合わせた楽しみ方ができるのも一つです。ソフトクーラー部門で最も売れたのはロゴスのハイパークーラー L サイズでした。ハイパークーラーはソフトクーラーとは思えないほどの保冷力を持ち合わせております。お持ちの方も多いこちらのロゴスの氷点下パックと合わせて使用することで、ソフトクリームや冷凍食品も保存できるような保冷力を持っております。さらに使用しない時にはこのように小さくコンパクトに収納できることもおすすめのポイントになっております。皆様大変お待たせいたしました。タケとレイチェルの5万円デイキャンプ提案、勝者はタケでした。タケに投票した人は、タープが開放感があっていいだったり、コーヒーやホットサンドまで提案内容にあって素晴らしいという意見がありました。またレイチェルのサイトはタープより簡単に立てれるシェードが初めての人にぴったりという意見や、何よりもコンパクトさが最高という意見がありました。まだまだデイキャンプを快適にするキャンプ用品はたくさんあるので、皆様もお気に入りの商品を見つけてみてください。いかがだったでしょうか。これからの時期、暖かい日が増えてきて、どんどん気持ちのいい日が増えていきます。ぜひ皆さんもデイキャンプを楽しんでみてください。気になるキャンプ用品をお探しの方や、キャンプについてもっと詳しく知りたい方は、お近くのアルペンアウトドアーズへぜひ足を運んでみてください。この動画が気に入っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。